おはようございます。おはようございます。今日は、はい、あれちょっとうちにしては珍しい、あの擁壁、こういう擁壁を、はい、古いじゃねえやっぱ型が、はい、でまあ変えたい、まあ強度も増したいのと、はい、ここちょっと通学路ないね。あ、はい、でやっぱり子供が通るのにまあ結構土台しっかりしとるもんで、はい、多分壊れはしないと思うんだけど、一応まあその強化したいっていうのと、あとまあその見た目、はい、で最初はまあこの作り直すって話もあったんだけど、やっぱり今この作り直すには撤去する解体費用も処分費もすごいかかってくるんよね。やっぱいくらぐらいするんですか。もう距離が長いから300万400万とかかかってくる。そうで、やっぱり重機が入るじゃんね、はい、のこの道幅の話だったりとか、はい、まあ、日数もかかっちゃうから、はい、もうカバー工法しようかっていう話になって、はい、でカバー工法だとやっぱりまあ半分以下ぐらいで済むもんで、それでも結構するんですか。するよ、やっぱ。でも、まあ、パネルが高いからね、はい、今まあちょっと職人さん強度増すのと下地作りっていう形で、はい、一回どうしよう、こういうのもやってたんですね。そうそうそう、だから密かにいろんなことはやってんだよ。あのテラスだったりとか、はい、そのまあ、結局リフォーム関係も全くやってないわけじゃないから、まあ、こういう、まあ、いろんな柄はあるんだけど、まあ、いろんな木目調だったりとか、こういう石だったりとかね、はい、このパネルで。そう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 、で今回これにしたいねっていう。もうと静かに大丈夫ですか。おはようございます。あミリカイ道場の方のチャンネルは、はい、僕ですか。ミリカイ道場の方のチャンネルが出てないです。一回足場チャンネルで、足場チャンネルで言うとね、なんか叩かれてます。そうそう、叩かれてる。叩かれてます。何あいつか、二度と出すなんて。二度目ですよ。二度目ですよ。これ積み出しって言って、はい、結局下地のバーつけるんだけど、はい、その下地のバーがまあ最初に水平見て、まあ、一緒のラインにまっすぐ来るように、で上から何千下がりとか何百下がりで測って、そこから炭って言って、本当に墨汁ついたやつでピンって弾くんだよね。これ、あ、本当だ、すごい線ついてるじゃない、これ。今これで押さえたら、はい、すごい積み出し。このメジャーについてる。メジャーじゃない、あのね、炭壺ってのがあって、これ炭壺って言って、この中にも炭が入ってる。そう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 、 OK。 はい、おほほほ。たまに炭とは別でチョークラインって言って、チョークの粉が入ってるやつとかもあるけど、はい、消えちゃうで、まあこういうやつの方が。あ、こっちの方がいい。うん、これカーブはどうやって貼るんですか。このカーブはちょっとカバー工法の今回のエバートボードの場合は、はい、ですね、この R 通りに貼っていくってなかなか難しいんですよ、はい、なので1820ピッチ、この長さが来るんで。あ、もうその長さで決まってくるってこと。そうなんですよ、はい、ここの長さでなるべくは押して曲げてあげることもできるんですけど、はい、ちょっとやってみながら、硬さ次第ですよね、あれの硬さ次第、ボードの、うん、まあ距離あるもんで反るかなっていう、今は仮定だけど、反らん場合はやっぱり若干カクカクカクっていう角は出るけど、でもそもそもこれ新しいんですもんね、この商品自体も。そうです、そうです。あ、そうなんですか。こういう工法はあったけどみたいな話ですよね。そうなんですよね。なかなか板が新しい、板っていうか、まあこういうあんまり擁壁って結構塗装してもあんまり意味ないというか、結構どうしても水吸い上げちゃうから、あの塗装しても膨らんじゃうよね。はいはいはい。でまあね、あえて塗装してあるとこもあるけど、ああいう壁ね、擁壁、はい、ああいうのってやっぱいずれ膨れちゃうしっていうので、まあ表面カバーしよっかっていう。塗装もできるかね。できるはできるけど、あ、もうすみません、まあ、まあ本当に裏表塗るならいいけど、はい、でただ裏表の裏側がさ、はい、土だった場合って、はい、雨染み込んだのがコンクリート吸い上げちゃうもんで、はい、結局見えとるとこまでしか塗装ってできんじゃん、はい、でもその土の中から水は吸い上げちゃうから、はい、そうすると裏側からまた塗膜を押しちゃうもんで、
剥がれやすいよね。でも塗装の方が安いって。まあ塗装の方が費用が安いね。やっぱり塗料代と手間だもんね。まあ、でもおすすめも張り替えみたいな。そうね。まあいろんなバリエーションできるから、もともとこういう石だったのが木目調にできたり、竹みたいな柄にできたりとか。それすごいですよね。そうそう。だからいろんな、だから例えば途中から途中でまた面ごとで柄変えることもできるし、はいはいはい、一色じゃなくても、はい、結構遊び心はあるんかなっていう、そういう本当カタログ見てもらえばわかるんだけど、パネルだから、はい、表面鏡みたいなパネルもあるから、はい、だからそのまあこういうところでなかなか使わんかもしれんけど、建物の壁とかだったらパネルでその鏡、はい、表面仕上げとかもできるし、はい、なんかこういったこういう風もできるよね。ガラッと違います、ね、そうそう。でこれもここ黒いのがバーなのよね。はい、でカットすればこういう形でもできるってこと。いろんなもうまっすぐ四角くじゃないから、こういう風にもっとなんかいろいろなんか斜めにカットしたりとか、まあいろいろできる。とりあえず YouTube 慣れしとるね。誰があれなんかかわいそう。俺慣れてないよ全然。変な汗いっぱいかいとるやん。これまだ下地っすよね。全然下地。これにはまるわけじゃないですよね。直接これの上にまたなんかはめる。そうです。この上にはめて、そこからまたパネルはめるってことですか。はい、下地しっかりしんと取れちゃうからね。これ穴開けて、はい、てれてでってでー、なんか言えよなんかあるのかと思いました、名前が。これですね、ここに見えない。いいですね、ナイスですね、こっちナイスですねって全然なかったです。で、まああの穴開けちゃったんで、ビスって脆いじゃないですか。そのためにこうやってまあゴムのような樹脂のしっかりとこういったものを入れて、あ、それをまあ、はい、ここに合わせて、こうやって止まる。もうグッグッと進んで、こういう風にはめると。これ、でかいですよ。そうなんですよ。じゃこいつがないと、スカスカにならずにしっかり止まるよって。ガリガリってちゃんといい音鳴ってましたもんね。うん、これまた全然はめてる。ちょいと豆知識。そうそう。ちょいと豆知識。これ大事。大事なんですよ。ガラでも下積み味がなくなっちゃう。そうそう、いろいろあるんだよ。アンカーでも内側で、はい、いやあの開くタイプとか、そうそう、あのボードとかだと厚みないじゃんね。でもボードに留めたいっていう時に打ち込んでから向こう側でボードの厚みの、例えばこれのここ突き抜いてから向こう側で開いて抜けてこんようにするアンカーとかもあるもんで、はい、そんなのもある。そうそう、ホームセンターとか行くと楽しいよ。面白そうですね。面白い面白い。何だろうこれって言って。結構薄いですね。そうですね。厚さが3ミリなんで。これなんか悪ガキとかがとかやったら大丈夫ですか。大丈夫ですか。こういう硬めの素材で、はいはいはい、R にもなるんで硬いんですけど。曲げれるってことですか。はい。すごい。これあんま最近出たみたいな感じでしょうか。最近ですねこれは。あ、すごい。重いですか。軽いです。え、軽いですか。軽いです。ちょっと持ってみていいですか。大丈夫ですよ。これ2枚なんで今ちょっとすいません、ちょっと力が軽いですね。軽いです。すごい軽くて丈夫なんでこういうところには持ってこいの材料ですね。これはすげえ。あの、あれなんですね。なんかその素材のボコボコ感があるかなと思った。素材っていうかこの柄の。全然フラット版になってますね。これボコボコ版もあるんですか。はい。あ、ボコボコはないです。あ、ないですか。全部フラット版ですね。これあ、すごいな。だけど遠くっていうかある程度の距離から見るとそういう風に見えますね。見えます見えます。
ちゃん上げて。はい、いいよ。これどうやってはめていくんですか、カーブ。カーブはもうそのまま一個一個寸法は出してあるんで、はい、はめていくだけですね。まだ糊塗ってないんで、あれですけど。おー、すごい。こういう感じでまた滑って続けて貼っていくって感じですね。なんか違和感が全くないのがすごいです。ね、だってデコボコに見えるもんね。見えます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 。全然フラットなんだけどね。それがなんかすごいですね。で、こうやって室内クロスとかも最近こういうのあるじゃんね。うちの本社でもそうじゃん。ああ。レンガ調のね。はいはい。まあ、あれとはまた違う、外だからやっぱり紫外線にも強いもの。はい。で作られてるけど。このボードのいいところって何ですか？施工自体は楽ですね。あとすぐ壁に馴染むんで、はいはい、柔らかいんで物が、はい、で一応丈夫なんで叩いても割れたりとかもしないんで、はい、そういうところがいいと思いますよ。本当に割れないですかこれ？割れないですよ。アルミだもん。あ、そういうことですか。アルミと何でしたっけ？アルミと何でしたっけ、なんかゴムみたいなそういう特殊な素材が入ってるんで、なんか高級ボールとかでキャッチボールしててバーンとか当たっても、それは割れんでしょ。はへこみはあるかもしれないですね。どうしても下地が飛び飛びになっちゃうんでブロックなんで、はい、このちょうど下地がいないところ当たった時にもしかしたらへこむと思うんですけど、はい、特に熱とかで穴開きはないですよ。穴開きは絶対ないです。ブロック組み直すから倍ぐらいかかりますよね。倍で効くかなと思うんですよね。壊し解体、はい、鉄筋サッシとかそっちからやっとったらね。あ、費用も時間もまたいろいろ選べるですね、カラーが。そうですね、バリエーションはすごく多いですね、これ、はい。お疲れ様です。ちょっとこれビールは違う。ちょ大丈夫、ちゃんと拾ったとこも。あ、ちゃんと取ったもんね。そう、取ってます。飲んでないから。はい、まあ。ちょっとこういうのも最近ちょこちょこ増えてるんで、はい、もしよかったらぜひ。擁壁のカバー、まあ、外壁とかね、屋根のカバーっていうのはよくあると思うんですけど、はい、擁壁のカバーもあるんで、はい、よろしくお願いします。それ普通に会社とかに電話して、その擁壁やりたいですみたいな感じで言ってもらえれば。擁壁のまあカバーとか考えてますとか、はい、まあ、塗装だとやっぱり水分吸っちゃうもん、膨らむとか、あ、塗膜の剥がれとかもよくあるもんで、擁壁とかは。なんで、まあ、こういう工法もあるよっていう、なかなか多分知らないと思う。知らなかったです、本当に。そうそうそう。なので、まあ、うちこういうのもやってますっていう形で、はい、よかったらぜひお願いします。お願いします。すいません、ちょっと神奈川の関東神奈川出店で、そうですね、足場とシーリングの職人が今ちょっと足りてないんで、はい、ちょっとその辺もぜひお願いします。関東県の方、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まだ見てね。これ恥ずかしいよ。じゃあ、わかりました。